大地のものをこう言って、今度はこう降りてくるとお茶畑とかも見えると思うんですよね。でそれから平野部に入って表層に入って深海に入るので、でそれを料理で今度組み立てるみたいな。和テイストの、フレンチリノベーティブみたいな感じになっております。で今回この4人のこの調理の化学反応ですね。